クレオパトラチャンネル。さあ、ただいま朝の6時です。打ち合わせということで会議室に桑原がいまして、ネタを打っていますので、そこに行って僕が実はゲイだという嘘のカミングアウトをしたら、桑原はどういうリアクションを取るかというドッキリを仕掛けてみようと思います。じゃあ早速行ってみましょう。例えばだけど、俺が男性が好きだみたいなだったらどうする？いいよ。いいって、もうお前ネタまだ上がってないんだよ全部。もうそんな言ってる場所じゃねえってお前。例えばの話だ。答え。いや例えばの話とかじゃないよ。いやいらんってその例えば、別に今このタイミングで。いやネタだってお前、オープニングとエンディングコントでも書いてないじゃん。マジで俺やってるしさ、いいよ。例えば、ね、え、何その例えばって。じゃあマジで答え、これは何その例えが、お前が何いい男が好きよくわかんないし、もういいって、もうそういうボケとかもいいって。いやもう切羽詰まってるって今、長谷川くん何歳今お前。やるけど、じゃあマジで答え、これマジだ。ちょ、答えてほしい。いや、いいよ。答えたらやるから。なんでも全然笑ってるやん。いや、例えばの話だから答え。